確認を作っていきたいと思います。材料はこちら、またボール、これは前日処理をしてきました。あとは後ろですね、あとはこのままお塩、ウイスキーでザラメで仕上げたいと思います。ウシトラさんのビールです。いただきます。うめっ、これボンジルじゃん。はい。おー、うまっ。またお借りいただきました。おばちゃんからピザいただきました。プラスアルファおでんの具を買うんだよ。うん。俺はそういうのに入ってないちくわぶとかはんぺんとか好きやな。で今ダッチオーブンでおでん焼くの。すごいね。
めやばい、うまい、うん、ありがとう。なんでこんなの、なかなかハヤトさんが作るポークシチューぐらいしかないからね本格的料理っておでんもうまいね。明るくなった。取っていかないんだ。いただきました。若さんいただきます。あ、うめえ。この日本酒とおでんはいいね。もうそれやりたいが、あ、おがちゃんからおでんの出汁割りいただきました。そこはなんか揃いたい、無駄な、あ、うまっ。いや、あったまるわこれ、たまらん。次はテントなってもよかったんだけど、片付けないけど、ね、朝になったら片付けないけど、ね、これでタオルを俺出した。また同じだけど。昨日ベントナーのケースに何でした？ベントナーが結構した。ああ、ね、大丈夫だよ。メンバー、こっちは広く。